まあ、心が豊かかどうかはわからないんですけど、割と穏やかに過ごしている方だと思うので悪くはないんじゃないでしょうか。心の何だろう、動きがあまり表情に出ないようにというか、まあなんかざっくりと監督から100年ぐらい生きてるという設定をいきなり言われたりとかして、まあでも結構自分で思ったのは、自分のペースで一人で山の中にいたんだろうなっていう、まあそのでもその分こう自然と動植物とかいろんなものと当たり前に調和しながら生きてたんじゃないかなと思ってます。いい話っていうか、いい空気感のなんか映像作品というか、そういうものになるんじゃないかなと思って楽しみにしています。こう人間のおばあさんと鬼っていうなんか対比もすごく面白いのかなと思います。日頃の生活の中で一番好きな時間であり、一番リラックスできる時間がシャワーを浴びてる時で、普通にこう生活してるだけでもこう汗をかいたりとか、まあいろんなものでこう汚れていくじゃないですか。勝手にこっちが汚れたものをこの水とかがきれいにして、水がきれいにしてくれるっていうこと、それがすごい気持ちいいし、なんかそれをこう温めてくれてるガスとかいろんなものにこう感謝しながら、ああありがとうっていつも感謝してます。まあ誰も見ることはないですけども、僕はシャワーを浴びてる時が一番穏やかかなって思いますね。